はい、どうもライフパチです。はい、徳さん。何、おはようございます。おはよう。間もなく、うん、世界大会始まりますね。8月の頭。そうだな、もう時間ないですよ。もう時期だね、ほんとね。大丈夫ですか、準備は。いやいや、してるよ。してますか。してるしてる。ちゃんと家とか素振りしてますか。してるよ。ちゃんと効果的な素振りできてますか。してるよ。ほんとに当たり前でしょ。してないと思います。というわけで、徳さん勝手にサポート応援企画やります。じゃーん、これじゃーん。なんだよそれ。はい、こちらです。今回はこのニューバッティングティースイングパートナーをご用意いたしました。はい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 。見てください、ほら。何、素振り革命。いや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 、素振り革命が起きます、これで。ねえ、いいんだよ、俺のためにね、持ってきてくれるのはすごいありがたいの。はい、ありがたいんだけど、もう絶対ジュニア用持ってくるもんな。ジュニア用。俺はでも、いやいやいや、もう隠してるつもりだけど見えてるからな。隠してるつもりよ、もう、はい、学童って見えちゃってるから。はいはいはい。まあ、ティーバッティングのような、うん、ティースタンドみたいな感じなんですけど、うん、ここにボールの代わりにこうなんか的がありまして、うん、これを打っていくと。ああ、なるほどね。ボールがなくてもこれを目印にして、ああ、素振りができると。そう、早速作り上げましょうよ、これ。わかった。じゃあパチ。はい、早速できましたね。できたね。いやなんかペラペラだね。まあこれはでもね、いいんじゃないですか。うん、これ高さ調整もできるんだよな。高さもコースも全部ちょっとな。はい。おおおお、まず真ん中。うん、いきます。はい。おお、いや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 、おお。今度外角。はいはい、外角ポイント近めで。うん、はい。おう、OK、よし。動きまくりだけど、台座ラスト。打つポイントを覚えるっていうか、いや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 、うん、確かにティーバッティングと一緒だから。お前よりいい音鳴ってない？いや。いやいやいや。そう、比較してほしいな。あ、いい。お前より絶対いい音鳴ってるよ。やっぱ俺が合ってるよ。これやっぱいい音鳴んないといけないんじゃん。ペチェーンって。トライだと。うん。なるほど。お前だってなんか、ペロン。ペロン。まあ確かにね。優しく言ってるかも。優しく。いやいや。優しさ出てる。違う。今の動いちゃった。今のね、外から回ったからこう動いたのかも分からん。あ、バットが、うん、力ね。あ、力。そうか、この面がインコースでこう向いてるとバットがこう出てくる。はいはい、こう出ちゃう。この角度だとこう出ちゃう。それはちなみに何がダメなんですか。巻き込んじゃうからファールにしかならん。はいはい、うん、三塁線とかね。外からバット出てくる人はそうなりがちですかね。多分ホーム、これが面がこのまま向いちゃうままだと外からバットを出しちゃう、無意識に多分。はいはい。けどこれがおーおーおーおお正面に向くと、はいはい、やっぱり人間って面を打ちたくなるんだな多分。うん、こう行くはずなんだよ。あえてこうは打ちに行かないでしょ。確かに。うん、こうまっすぐ向けておくことでインサイドアウトで出していく意識ができるからな。うん、このままな。あとはヘッド返していくからね。うん、これ
外も一緒だな。まっすぐ向いていたらね、外角のボールを逆方向に打ちたいと思ってるのに、まっすぐ出したら、まあまあいいはいいよ、はい、けどライト飛んでいくときにはおそらくスライスして飛んでいくだろうね。あ、うん、なぜならヘッドがライト方向に、本来逆方向っていうのは打ってそっちの方向にこうヘッドが抜けていかなきゃいけないから。はい、けど正面向いてたらまあそのままバットはこう返っていくからスライスするかな。ほうほう、これをライト方向にグッと向けてしまえばこう出していくな。ああ、なるほど、という意識づけができるかもわからん。インコース、うん、うんうんうん、どう振る時の意識をさ、はい、どういう感じになる。やっぱり、まあ、面がこっち向いてるんでね、うん、こっちからこうは振りにくくなりますね。はい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 、はい、どうしてもやっぱりなんとかしてこう、お、今の出し方めっちゃ良かった今。おなんとかしてこう打ちに行きたくなる。ちょっとその当たる寸前で止めるの5回繰り返してくれる。おお、いいねいいね、もう一回もう一回、はい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 、いいねいいね、はい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 、こんな感じ。ああ、そういう練習もできるね。はい、今のようにそうですね。これは打つ打たないじゃなくてこうなってね。そうだね、そうですね、難しいんだけどね。その強制練習には意識づけはできるな。はいはい、というわけで徳さんやってみました。これやってみたな、どうでした。ただね、あのボールがなくても打てるっていうだけじゃなく、はい、このね、ペラペラのこのゴムが意外とその人間の意識を変えてくれるかも、ほら、うん、向ける面によってね、この些細なことなんですけどね。そう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 、これはまあ、面白い。というわけで、今回やってみたのはこのスイングパートナーですね、うん、これで僕は素振り革命、打撃革命を起こしたいと思います。もう、はい、起こしてくれ早く。はい、実はその後の試合で先日行われました超強豪 GC アスレチックスさんとの試合です。まずは6番タカ、ワンアウトランナーなしから、彼はですね素晴らしいバッターなんですよ。もう言わずもがなノンプロ上がりで、もう同い年なんですけどね、もうリスペクトしまくりです。そしてここの打席で左中間に鬼のような打球を放っていきました。ナイスバッティング。そしてランナー二塁にタカを置き、次のバッターは私ライパチでございます。ここは何としても打ちたいところ。しかし相手も屈指の好投手、しかもあまり見たことがないアンダースローです。さあ打撃革命を起こせるのか。うん、まずは外に外れてボール、球は見えている。さあ2球目です。おお、着払い着払 い, い, い、ね、これちょっと引きつけすぎたのか、ミットに入ってから振るぐらいの勢いでした。着払いっていう感じですね。はい、しかしここ3球目なんとなんと、これ私やりました。徳さんに過去5年で1番って言われてますけどね、確かに久々の打球感でした。インコースに抜けてきたこれ変化球ですね、うまく捉えることができました。あのギアのおかげかどうかは分かりませんけども、引き続き努力してまいります。さあここで10万人突破プレゼント全グラブを紹介するぜ。
スピード感ある紹介をするから見逃すなよ。まずはジームス内野手用グラブ特産愛用中、さらに Z プロステータスキャッチャーミット、往年のキャッチャーが使用、ドナイヤ特産モデル限定フルオーダー、三つ葉タイガーキャッチャーミット、グッドデザイン賞受賞、シュアプレイ内野手用おしゃれデザイン、最後にダルビッシュ投手モデル、以上だ。よろしく。そもそもね、あの T の順番ってあるから、あの T弱から強に段階を上げていくのが T の基本だから、最初からさ T バッティング始めますって言ってさ、はい、だってさ思いっきり振る人いるじゃん、はい、違うの。プロ野球選手もそうだけど、はい、最初はもうこう合わせて、お最初はこういうように軽く合わせていい音してます。で徐々に徐々に足上げて、で慣れてきたらちゃんと自分いつも通りって振るわけよ。お前みたいに最初からねもう強振してるバッターはね、あのやっぱり、ね、ミート力上がらないのよ。なるほど、そういうことか。